はいどうもこんにちは、しのぐです。今回紹介する艦はソ連ティア4巡洋艦のキーロフです。ロシア革命と続く内戦でロシア国内はですね、大混乱に陥っていましたが、ソ連政権が安定して1930年代にようやくですね、新しい巡洋艦4隻の建造が承認されました。しかし人材やですね、技術が、革命によって失われていたソ連海軍にですね、艦艇建造のノウハウがなく、各国に協力をですね、打診した結果、イタリアのですね、協力のもと、同国巡洋艦デュカ・ダオスタ級などのですね、参考に建造がですね、開始されました。船体は砕氷船としてもですね、使用できるように設計され、主砲は同時期の他国巡洋艦にはないですね、18センチ砲が搭載されました。他の、巡洋艦で152ミリとか、203ミリとか、結構ね、共通の手法が多いんですが、ソ連海軍はですね、海軍軍縮条約を締結していなかったため、条約にとらわれない自由なですね、方向形を採用できたといった経緯があったんですね。それで優秀だった18センチ砲が選択されたといった、経緯があったんですね。でキーロフは第二次世界大戦ではレニングラード防衛戦に参加し、損傷を受けつつも生き延び、戦後はですね、ソ連海軍の水上艦艇の整備がですね、ほぼ進まなかったため、キーロフ級はですね、なんと1970年代までね、活躍することになりました。キーロフ級には改良型のですね、マキシム・ゴーリキー級もですね、存在していて、その2番艦のモロトフがですね、レジェンズにも今後ね、実装される予定となっていますね。はい、ということでね、キーロフにですね、ようやく紹介していきますが、この艦はですね、先ほども言いましたが、あと手砲に関してですね、最大の特徴がこの手砲なんですが、18センチ砲、180ミリ砲なんですね。なので今後ね、ティア5以降の、ソ連巡洋艦とはね、かなり異なる手砲なんですね。基本的に貫通力とか威力はね、203ミリ砲に近くて、装填もですね、遅くなっているので、結構ね、重巡洋艦的な、立ち回りになるかなと思います。装甲はですね、かなり薄いので、それはあんまり頼りないんですけど、この強力なね、18センチ砲を生かして、敵のね、巡洋艦とか、また戦艦とかもね、バシバシ撃っていけばいいかなと思います。魚雷はね、相変わらずの4キロで、ほぼ使い物にはなりませんね。はい、で機動性もね、機動性はかなり速いですね。35ノットで早めと。隠蔽性もね、悪いので、遠距離からね、戦艦に返り討ちに合わないように立ち回っていく必要がありますね。はい、といった感じの巡洋艦になっています。でちなみにですね、船体を改良すると艦載機がなくなってしまうので、そこには注意が必要ですね。はい、それではね、早速キーロフで戦闘に移っていきたいと思います。はい、それではね、早速キーロフですけど、もうキーロフに関しては、他のソ連巡洋艦とちょっと異質ですね。この主砲が18センチ砲なので、貫通力、威力ともにですね、重巡洋艦みたいな感じなので、それをね、当たらなかったか。要するに重巡洋艦感覚でね、戦っていくのが、いいかなと思います。だ基本的にね、こうやって巡洋艦の方のマッチング、今、ソ連巡洋艦実装でね、巡洋艦増えてますし、むしろね、キーロフにとってはありがたいかなといった感じですね。で、刺されましたね。貫通力自体もね、203ミリ砲並みだというので、結構ね、強力ですよね。で、ミールが旋回してるのちょっと撃てそうにないので、一応スベトラーナ、どうしようかな。できれば、あ、いた。あー、でもちょっと角度がついてんな。撃ってしまうと結構バレてしまうので、むやみやたらにね、撃ってしまうと、HP も少ないのでね、やられやすいですから。はい、ちょっと惜しいですね。で、旋回しているところを、しっかりと狙っていきましょう。弾道性能とかもね、いいので、遠距離、中距離狙いやすいですね。ただこれは、でも過貫通か。ちょっとスキルで上げすぎてるので、貫通しすぎてるのかもしれませんけど、でも巡洋艦相手にね、結構強力ですね。戦艦が今回少ないので、割と堂々とね、立ち回っていけますね。戦艦逆サイドに向かってるようですし、敵も軽巡洋艦が多いのでね、こっちからすれば、戦いやすいかなと思いますけど。はい、スベトラーナを砲角3枚抜いて破壊的一撃ですね。さあ、でまた遠距離ね、エミールがいるので撃っていきましょう。エミール速力速いのでね、めちゃくちゃ偏差をね、取る必要がありますね。
まあ、ただまたカサあたりかで、まあ、フェニックスも撃っておきましょう。このあたりの巡洋艦ほんとね、いい、まあ、おやつというかカモというかにできるので、うん、まあ、結構フルタカ的なね感覚で戦っていけるのが楽しいですね。で、駆逐艦がいるので H 弾装填していますが、ギリギリ撃てますね。うん、で、H 弾の火力もね、やっぱ高いので、うん、駆逐艦相手もね、申し分ないですね。まあ、ただ、装填時間が遅いので、懐に入られてしまうと、装甲も薄いので、AP 弾でね、ガシガシ削られてしまうので、結構、ソ連駆逐艦とかね、AP 弾、注意が必要ですね。で、遠方のフェニックスは、まあ、仕留めて、で、この駆逐艦もですね、撃っておきましょう。あー、でもちょっと偏差をミスりましたね。そう、ソ連駆逐艦早いんで、うん、しっかりとね、大きめに偏差を取りましょう。で、魚雷もね、ちょっと怖いので、一応減速して魚雷を見つつ、はい、駆逐艦削っていきましょう。で、今度は駆逐艦が隠れるので、AP 弾装填して、フルタカを撃っていきましょう。で、ここでソナーを使って、でフルタカも魚雷持ってるんでね、警戒して撃きましょう。まあ、フルタカだったらね、本当にいい感じの AP 弾の相手なので、うん、貫通できますね。なかなかのこれ、巡洋艦キラーとして、まあ、ただね、こういう立場、せっかくね、この艦で慣れても、次のティアから、また違うね、方向形になるので、残念ながらね、この立ち回りができるのも、まあ、残念ながらこのキーオフだけというね、ちょっと珍しいね、ほんと、釣りになってますね。まあ、ただ、艦を盾にされてしまっているので、ちょっと抜けませんが、ちょっと別の敵に狙っておきましょうか。一応、かかん、あ、でも、かかんつ5個してるな。うん、で、ちょっとね、集中砲火を受けて危険なので、こっちも引き打ちに移りつつ、まあ、フルタカに反撃しておきましょう。まあね、装甲は、まあ、ないので、うん、ちょっとね、今みたいに砲撃が集中してくると、もうすでに危ないですね。これぐらい撃たれてくると、もうすでに危険ですね。で、キー6に AP 弾、前込みしてるので撃っておきましょう。はい、削れましたね。まあ、ただ、過貫通も多いですから、うん、ちょっと、そこまで貫通力上げなくてもよかったかな。でも燃やされてしまってるんですが、ちょっとね、消せないので、まあ、ちょっとこれは放置して、はい、黄色撃沈ですね。敵巡洋艦を撃沈。まあ、これで、ね、接近してきた脅威は減ったの、なくなったので、まあ、遠距離のフルタカを撃つつつ、また右にね、復帰していきましょう。まあ、HP がもうかなり少ないのでね、また敵の攻撃はね、注意が必要ですね。で、フルタカ引き打ちしてるので、ちょっと当てづらいと。で、遠方にエミールが見えるので、撃っていきましょう。まあ、11キロですね。で、あー、これはまた真横見しそうなので AP 弾に切り替えて、おー、で、いい感じで、エミールってなんか防角抜きづらい印象ありましたけど、なんか黄色だとよく抜けますね、さっきから。なかなかいい感じで、フランス巡洋艦キラーかもしれませんけど。はい、いや、面白いように倒せるな。いいですね。で、まあ、でもフルタカもかなり、うん、引き打ちしているので、まあ、追いかけていきましょう。さあ、まあ、駆逐艦いましたね。でも、でもケーニスベルクがもミリなので撃っておきましょうか。一応ね、まあ、味方が多分倒してくれると思いますけど、まあ、一応ですね、あれ？あ、でも撃たない。まあ、ごちそうさまですって言った感じでね。まあ、ちょっとクラーケンもかかってたんで、撃っちゃいましたけど、やれましたね。これで、まあ、クラーケン確保しつつ、残り一隻駆逐艦ですね。いやー、なかなかね、AP弾の貫通力が良くて、貫通力っていうかね、なんか、うん、いい感じで巡洋艦刺さってくれるので、このティア隊にしてね、なかなか巡洋艦キラーとして楽しいですね。まあ、ただね、まあ、やられやすいので、まあ、割とね、結構距離を維持していたつもりでも、もうね、体力ほとんどないので、リズムがね、結構ね、それが、本当ね、やられやすいと思うので、距離はね、しっかりと維持しておいた方がいいですね。はい、で、これで撃沈、6隻撃沈できましたね。うん、といった感じで、今回はキーロフでした。いや、これね、かなり楽しくて強いと思いますね、正直。うん、今の実装されているソ連巡洋艦の中でも、同格帯ではね、一番強いレベルで、うん、面白いかなと思います。
まあ、ただね、やっぱ撃たれ弱さはや、あの、すごいので、うん。しっかりとね、あの、被弾を管理しながら、あの、中長距離でね、戦っていけば、まあいいかな、といった感じですね。巡洋艦はね、本当に、あの、完封できるレベルでね、高い火力なので、いいですね。まあ、ただ、H 弾でね、削られてしまうと、ほんとすぐ HP なくなってしまうので、うん、あの、しっかりと回避してね、立ち回っていけばいいかなと思います。はい、それではね、今回はキーロフでした。防角14万貫通ですね。ご視聴ありがとうございました。